ラーメン研究部、記念すべき第1回はラーメン飯田商店。ラーメン岡グランプリ伝統店であり、口コミグルメサイトでも日本一に輝く言わずと知れた名店。そんな飯田商店を舞台に、今回は飯田店主が近年沼にはまって抜け出せないという製麺、奥深い製麺の世界を徹底的に深掘り、ラーメン研究部スタートです。おはようございます。おはようございます。もう翔太さんというと、もう本当にラーメン自体が ものすごくそもそもがもうすごいんですけど、麺もこだわり方がちょっと異常だってことで、はい、今回はちょっと密着させてもらえればと思ってるんですけど、はい、ここは僕の専門室で、今だんだんなんかこう小麦粉の、まあこちら、はい、これラーメン店ですよねこちらのカメラになって、で、まあこっちでこれこで今現在こう使ってるのが、まあこういう感じなんですけど、この種類で、まあ、20ぐらいじゃないですか全部で。でも、はい、まあそれを何ですかね、使い分けるとか、なんかこうそんなかっこいいもんじゃなくて、まあ基本のやつは自分の頭の中にあるんですけど、紙とかに起こさないんで、でそれを毎日前の日の感じと、まあ調整しながら常にこうやっていくっていう感じですね。今回の研究対象は2種類の麺を一度に食べ比べできるこだわり抜いたつけ麺の麺。実際製麺は朝やられてるんですか？実際やってます。あ、そうなんですね。毎朝毎朝やってやらないと分かんなくなったんで、忘れちゃうんですよ、こんな感じだったかなみたいな。クワナの餅粉。そうですね。どういう特徴があるんですか？これは他の餅小麦よりもムチって感じで、そのなんかそうですね、こうまとわりつく感じが、口の中でまとわりつく感じが若干出る。これだけでやるともう、すごいですよ、まとわりついちゃって。でもそれをまあそこまで量をやらないというか、わずかにすることによって、まあ、そういう効果を若干入れ込むと思います。秋田の粘り腰、まあ名のごとく粘りっていう感じで、単体で打った時にああ確かに粘り腰だなっていう。そう、これもまあしっかりとした力強さあるんですけど、つるみみたいなのも結構こう出してくれるんで、まあこれははい、いいなっていうのはこれも入れてます。あとさぬきの夢ね。さぬきの夢、はい、これはこうふんわり感というか、ふんわり優しい感じっていうのを出してくれるんで、もうすごい小麦、この大好きな小麦粉なんですけど、まあ、さぬきの夢もこの中力粉に一部として入れてます。まあ中心粉っすよね。中心粉、はい、中心粉って言うの？糖粉っていう、まあ、小麦って外側がこうか、まあ、殻というかになって、そのアリューロン層っていうその膜みたいなのがあって、そこから二等粉みたいな部分で、ちょっと黒みを帯びた部分で、だんだん真ん中真っ白。なるほど。はい、真ん中と外がやっぱりこう成分もこう変わってくるっていう。なるほど、はい、その真ん中の方です。あ、なるほど、はい、本当にいわゆる中心の粉ってことですね、この辺。そう一等粉、特等粉とかいう。しゃべりながら分かんない。今3種類入りましたよ。はい、あ、分かった。4種類目、はい、これは何ですか？これは、片岡の麺の春豊かで、僕の愛する小麦粉です。このラーメンに、はい、ラーメンにこう入り込んでいた。で、片岡さんっていう人の出会いがあったから、僕はハリエタが使えるのって、なんかアポなしってなんだお前はみたいな感じになった中で、2回目行った時に片岡さんがこう拾ってくれたっていうか、じゃあうちも使っていいよって言ってくれてからの、まあ亡くなっちゃったんですけどね、片岡さん何年か前に。まあそれで今でも息子さんがやってるやつを使い続けてます。で、あとはスーパーハリエタ。これはもう今のチンタンラーメンの語るに上では、もう非常にこれはあれですよ、語らなければならない商品の一つですね。これだけはブレンド粉なんですよ、唯一。なるほど。唯一ですよ。春豊かと北穂波。春豊かとスーパー春豊かは違うんですか？スーパー春豊かってのはその商品名なんですよ、これ。あ、なるほどなるほど。春豊かと北穂波っていうのがブレンドされてるんですよ。なるほど。まあでもこれも北穂波でこれも入れてたんで、
結局ハリウタが来たほなみ入れて、ハリウタが来たほなみ入れて何みたいな感じなんですけど、本当にそこはこれはしょうがないですよ。もうこれは最高なんです。ちなそば屋が昔使ってたやつなんで、こんなの入れないわけないから、入れないわけない、おまじないみたいな美味しくなるおまじないみたいな。そうですね、実際美味しいですよね、これすごい。これもなんかキメが細かいと白いですね。これもこれ一等です。一等、なるほど。どういう特徴があるんですか。うん、要はその中力粉とか薄力粉だと柔らかいんで真ん中まで引きやすいんですよ。だからうどん粉とかそういうのが真ん中までの小麦が多いんですけど、強力粉一等粉ってなかなかないんですよ。それなんでかっていうと、それが引きづらいんですよ。なるほど。ガラス質でこう覆われてるというか、で黒くなりやすいので。なのでこう一緒に引いて真ん中まで、真ん中の綺麗なところを取ってるっていうのが結構奇跡的なんですよ、昔からこれあって。だからすごく綺麗に取れてるんで、スーパーハリウタカっていう名前だと思うんですけど。なるほど、はい、これを知らずして、なんかこういろいろね、なんか今このハリウタカ一等粉がこう出現してきましたけど、こういうのはなかなか語れないというか、これなくしてこれは語れない暑いな。そうですね。スーパーハリウタカを朝7時に。スーパーハリウタカ、なんつうのかな、ハリウタカ使ってますんでみたいな、はいはい、言うじゃないですか。言いますね、みんな。いいと思うんですよ。はい、いいなと思って。けど、たまにそれで、わかるこれ。で、スーパーハリウタカもブレンドしてみたいなことを言う子がいたんですね。はい、なんでだよみたいな。なんでって聞いたら、なんか良くてみたいな言うんで、いやスーパーハリウタカなんでっていうところをちょっと調べた方がいいんじゃないっつって。また色が違う。うん。びっくりしたと思いますよ。この色ですよ。ブレンドするときに麺のチェックポイントとして、なんか例えばスープだったらうまみとか、まあ、コクとかキレとかいろいろあると思うんですけど、はい、麺の何が大事になるんですかね。その食感とか、例えば食感はすごく大事です。なんかいわゆるなんかこういうなんかグラフみたいなのがあるとして、翔太、うん、さんは何を見てこれが一番いいバランスだみたいに感じるんですかね。どういうラーメンにしたいかです。どういうラーメンにしたいかで、例えば醤油ラーメンだったら、例えば醤油の香りを立たせたいっていうのが、その醤油ラーメンとしてはあるわけで、でそこに対してっていうふうに基本は考えます。麺からよりはスープ、その例えば醤油感を上げたい、キレを出したい、繊細な感じにしたいってなってくると、じゃあそこに二等粉的な要素はいるのかって言ったらいらないんですよ、僕の中で。二等粉的要素が入ってくると今度は穀物感が出て、ちょっと田舎そばっぽい雰囲気が出ちゃうんですね。それが好きな人はいいんですけど、僕の場合はいらないので。なるほどなるほど、はい、っていうところでやっぱラーメンによって変わってきますね、はい、なるほど、うん、どういうラーメンにしたいかですよ、要は。だから一種類ずつ常にこう特性を知っていればとか部分におけるその感じが分かってれば、逆にこの田舎そばっぽいラーメン作りたいなっていう時は、うん、そういうことができますね。はい、いろんなブレンドが。これは茶色いですね。そうですね、これはもう麦そのものというか、まあ細かく言うとこの表層検索箱といって、表層検索箱、はい、表面をちょっと削ってあるんですね。でかい方で回してる品種がハリウタカの片岡さんのハリウタカですね。こっちがハル、はい、はい、でこっちはハルっぽいですね。これ自家製粉するとやっぱりフレッシュな香りがするんですか。香りが強いですね。あ、もう極端なこと言うと今が一番いいんですよ。ああ、なるほど、はい、もう今出た、なるほど、出てきたやつからここからこれが削られてするじゃないですか。もう細かく落ちてるんです今。だから落ち切る前に麺にしてっていうところがいい。香りのその残り方ですね。
香りが残るってことは味も残るっていう、味も残るというか旨味成分といったらまた違うんですけど、香りがするものって味が豊かじゃないですか。だからそういう意味でできるだけフレッシュなものをやりたい。これでもパッと見てるだけでもレシピも大事ですけど、やっぱ感覚的なことが大事な気がするから教えるの難しいっすよね。そうそうそう、もう自分でやりまくるしかないですよやりまくらないといい意味でいい加減にやれるところとか分かんないですよね。そうそうそう、力の入れどころと抜きどころが分かんないですよね。そうなんです。完成と自慢、逆浸透マックスを軽い水っていうかさ、もう動かしてる。翔太さんって製麺は完全独学ですよね。はい。でいろんな人に今聞いたり、自分でもやりまくり。そうそう、聞いてやりまくり、聞いて探ってやりまくりみたいなあと食べて食べて。ああ、やっぱ食べるの大事ですか。わかんないですか。うん、なんで入れるんですか、ビール。まあ、これはあの乾かないようにね。今またこれミキシングで水和した中でも、今止めてからも水和が浸透するというか、で外側がこう乾かないように全体的に保湿、保湿です。保湿。はい。切り刃ですね。そうです。厚みが違うの。今その鶏チンタンみたいなあのつけ麺のスープはね、絡まないこうサラッとしたスープなんで、絡ませる要素も必要なので、このこれも茹でるとこれはこんなに薄いんでボイルオーバーになるじゃないですか、ワンタンの皮みたいに、でまとまりつくんですね。そうするとスープがそこでガッチリとくんです。なるほど。麺を真四角の麺なんで、麺を咀嚼させて、この中心この麺なんで甘みを感じさせつつも、まあ、スープの味もしっかりと乗せるっていう役割をこの少ない薄い麺がするという。本当に好きなのは白くてツルツルしたやつなんで、僕は。でもこれで香りをこう訴えるために必要なものなんですよね。分かりやすいですよね。でもね、うん、美味しいってなるんで、まあ、本当にお蕎麦でいう田舎蕎麦みたいな感じですね。そうです、そうです、そうです、うん。製麺楽しいとこってどんな感じとこなんですかね。ラーメンになった、え、ラーメンになった時に美味しい時はい、まあ香りとかそういうのは、まあ作業自体はまあ楽しいは楽しいですけど、でもラーメンになった時にどうなるかっていう、スープを楽しみで楽しむしょうがないですけど、そういう感じですね。であっちのスープの出来がいい感じだと、もう早く合わせたい、作ってそう。で、やっぱ格好きたかったなとか、あ、ちょっと違う。あとはお客さんがそれを、で、自分の中でそれができて、お客さんと買って反応みたいな。なんか理想みたいなのあるんですか。理想、もう絶対こういう面にしたいみたいなのがあるんですか。なんかね、それが最近わかんないですよ。理想がわかんないかなって、うん、何が理想なのか。やればやるほど分かんな い、 みたいな。そういう時期もありますね。また見えてくる時もあるんでしょうけど、
それが楽しいと、はい、楽しいですそれぞれの麺を頑張っていこうみたいな、はい、ことですね。麺作ると楽しいよって伝えたいですよね、うん、こんな楽しいことはないですから、うん、自分で作って自分のラーメンに入れてなんてね、たまに思いますもんね、俺が作った麺食べてるやつ。確かにまだ思いますよすげえと思って、あ、俺ラーメン作ったんだって食ってこうなって、そのめちゃくちゃ楽しいですよね。それがうまいなって言われて、ましてお金もらってるなんて、罪に近いです。わかりました。ありがとうございます。毎週プレゼントが当たるラーメン王家公式 YouTube、 ラーメンの楽しい動画や最新情報など役立つ動画、プレゼントが当たるお得な動画まで続々と公開中。ラーメンファンの皆さん、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。